ジョージ王戦争はオーストリア継承戦争に対応する北アメリカの植民地戦争である。当時グレートブリテン王国を統治していたジョージ二世の名にちなむ北米植民地戦争の一つでありニューヨーク、マサチューセッツ湾、ニューハンプシャー、ノバスコシアを主戦場とした。最も重要な戦闘は1745年に マサチューセッツ植民地総督ウィリアム・シャーリーが組織した、ケープ・ブレトン等のルイブール要塞への遠征であり、要塞は包囲の後陥落した。フランス語では、第三次植民地間戦争と呼ばれる。アーヘンの和訳により戦争は終結し、ルイブールはフランスに返還されたが、領土問題は解決されなかった。ヨーロッパでの戦争の背景は、ジェンキンスの耳の戦争と、 オーストリア継承戦争を参照。ジェンキンスの耳の戦争は1739年にスペインとグレートブリテン王国の間で勃発していたが、戦闘はカリブ海を及びスペイン領フロリダとその隣のイギリス領ジョージア、植民地に限定されていた。オーストリア継承戦争はマリア・テレジアがハプスブルク君主国を継承したために1740年に起こった戦争であるが、 その時点ではイギリスもスペインも軍事的に介入しなかった。イギリスは1742年にオーストリアの味方、フランスとスペインの敵として外交的に巻き込まれたが、実際の戦闘は1743年のデッティンゲンの戦いまで起こらず、英仏間の戦線布告は1744年3月にようやく行われた。マサチューセッツ湾直轄植民地は6月2日に、 戦線復刻した。1743年時点のアカディア営領、ニューイングランドでは、マサチューセッツ植民地総督のウィリアム・シャーリーが組織し、ウィリアム・ペッパーレルが司令官となった、対カナダ遠征軍が、セントローレンス湾の入り口を制するブルトン・ミサキ島に、あった、フランス側の強固な要塞ルイズバーグを6週間の包囲の後に陥落させた。 1745年6月17日のことである。一方のフランス軍も1745年11月28日にサラトガトリリを攻略し、さらに1746年8月20日にマサチューセッツ要塞を陥落させた。しかし、肝心のルイ・ブール要塞奪回は嵐や薬病で失敗した。こうしてお互い手詰まりになったため、 オーストリア継承戦争を終結させたアーヘンの和訳では戦争勃発以前の状態への復帰が決められた。しかし和平は長続きせず、翌年にはアカディアノバスコシアでルルートル神父戦争が勃発、他の植民地も1754年にフレンチ・インディアン戦争に流れ込んだ。ありがとうございます。